はようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。缶詰を使ってね、あとレンチン、もうめっちゃ簡単スーパー手抜き弁当です。小松菜はさ、程よい大きさじゃなかった、長さに切ってシリコンスチーマーか耐熱容器に入れてレンチンします。600ワットで1分20秒、各家庭のレンジで調整してね。でね、梅干しは種を取ってペースト状にするよ。で、はい、レンチンしてた小松菜が、これね、あれキッチンペーパーで水気を拭き取って、あのね、分量はこれです。さっきのさ、ペースト状にした梅と鰹節、醤油ちょびっとで、ごま油、あのね、簡単でね、さっぱり美味しい。これをしっかり和えて、小松菜の梅おかか和えの出来上がりです。でね、またレンチンハムエッグね、これね、あら、消えちゃった。で、卵をパコーンと割って、黄身をさ、爪楊枝でツンツンツンって5、6箇所刺す。で、塩コショウ少々で、ハムをかぶせて、ふんわりラップをして、これもね、600ワットで1分20秒ぐらい、ウインナーに切り込み入れたね。で、今日はね、焼くのはウインナーだけだからもうこれでさ、ジージーって焼いて、このさ、イワシのかば焼きの缶詰、これをね、使う。これにさ、あの、イワシの缶詰の汁気を切って、片栗粉大さじ2をまぶしてあげるだけ。もうさ、缶詰はそのまま食べれるから、いや、揚げ色がつけばもう出来上がり。もうね、めちゃくちゃ簡単でしょう。なんかね、昨日帰ってきたのも夕方だったからね、だるくてレンチンやら缶詰やらでね、楽しましたでね、あの、いつも通りご飯はさ、傾斜をつけて詰めてて、で、大葉で仕切って、イワシの唐揚げをばドカンと、そしたらね、もう一回大葉で仕切って、レンチンのハムエッグはさ、断面が見えるように詰めるよ。そしたらね、カップを敷いて、ここにさ、小松菜の梅おかかあえを詰めます。で、ウインナーをちょんちょんって詰めて、今日10分ぐらいかかったかな、すっごい早くできたそりゃそうよね、チンばっかりしてるんだもん。で、これ塩ふき椎茸、めちゃくちゃね、これ美味しかった。塩昆布の椎茸バージョンみたいな感じでね、もう出来上がりです。あっという間まあ、いっかね、こんな日もあるわさってはい、で、一応ね、材料と分量出ます。また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので、概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。